白のユニフォーム日本代表、若手の起用でベテラン奥寺は先発メンバーから外れています。対するシンガポールはオランダのプロチームにいたアーマドが攻撃の要です。前半押し気味の日本に対して23分のシンガポール、この縦パスを17番アーマドがセンタリング、ひやりとした場面でした。先取点を挙げられない日本、先発初出場の12番松山が外します。さらに14番原のシュートも決まりません。前半は0対0のまま後半に入ります。14分の日本、シンガポールの7番マニのこのプレーが反則、日本フリーキックを得ます。キック力のある2番金子、さらに20分にも日本のフリーキック、今度はキャプテンの5番加藤、こぼれ球を12番松山、奥寺に代わって出場した松山、若さを生かして動き回ったというプレーが得点につながり、結局日本はこの1点を守りきってシンガポールを破り2連勝です。試合後石井監督は、今日は勝てたがこれから先の試合はさらに厳しくなるだろうと気持ちを引き締めていました。